い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあボスに挑んでいくか。ボスとは何あれ、なんかアプリが全部使えなくなっとる。ワープアプリがでっかい卵。うわ、あれがこの世界のボスのようね。なるほど。しんのすけくん、ボスを倒せば捕らえられている人は一応なんかそれぞれの人が作り出した世界っていう、なんか一つ一つ別々の世界っていう設定。へえー、そんなこと言われてもしんのすけくんならやっつけられるわ。あれはなんかクッパみたいな感じで何回も踏みつぶしたりとかしよったらいいんかな。あと跳ね返しと、なんか入ってきそうやない。絶対なんか入ってくるやろ。ほらーやと思ったんよ。全然関係なかった。これでてい、あ、これできっと跳ね返しを。はどうよ。あー、なんかどんどんてて迫ってくる。はは、全然関係なくて、てい。あ、待って、これ見た。ててててはと、どうよ。踏みつぶしができるっぽい感じやな。あ、一応できるのか。あ、やっつけた、やった。跳ね返しと踏みつぶしでいけた。踏みつぶす場所がよろしくなかったんかな。電波悪、ここ。あ、一回一回家に帰ってくるので、誰か解放された。シロ。え、まず一番シロ。シロ、あの世界を作り出したのはシロちゃんだったみたいね。うん、なるほど。シロちゃんは公園が大好きなの。散歩で行くとこかな。オラが毎日お散歩に連れて行ってあげてるから。あ、毎日いつだよって感じ。なんかゲットした。何あれ。どうやらシロちゃんのエネルギーでスマホアプリが増えたみたいね。シロのエネルギーで。アプリプリアプリプリ、だからアプリ。あ、ダメだわ、ワープアプリにロックがかかってる。ロック、このままじゃ使えないってこと。これじゃ他のみんなを助けられないわ。何、どうすればいいの。だけどみんなのことは諦めるしかなさそうですが、シロを助けて終わり。このロックはシロちゃんの力を借りられれば解除できるかも。シロどんだけの力持っとん。何あれ何あれ、毛玉になったよ。ロックを解除するアプリを見つけたわ。これをクリアしてワープアプリをパワーアップさせるのよ。このアプリはしんのすけくんの家じゃないと使えないから注意してね。おう、じゃ頑張るんだぞシロ。いや、しんちゃんがやるんじゃないの。え、シロが操作するの。ワープアプリのロックを解除しよう。下画面にあるワタアメランのアプリをタッチ。目標を達成して冒険を進めよう。いろいろな条件をクリアすることでご褒美がもらえるよ。表彰状。あ、これは要はあれですか、そのなんかなんていうん、トロフィーみたいな感じ。ご褒美は表彰状によってさまざま。コンプリートを目指そう。わたあめラン。白をジャンプさせてゴールを目指そう。 B ボタンを押すか下画面をタッチすると白がジャンプするよ。白は壁にぶつかると反対側に転がるよ。いろいろなアイテムを取りながら制限時間内にゴールしよう。真ん中のかわいい、何あれ、星。白の絵が描いてある星。始めますか。転がる白をジャンプさせて制限時間以内にゴールを目指そう。ダッシュ、白の綿あめラン。かわいい。目標、制限時間以内にゴールを目指そう。はい、スタート。私はとりあえずジャンプさせればいいだけってことか。あ、なんか多分時間が伸びた。はっ、なんか、おー、スピードアップか、あれ。なるほど。あ、なんか上にもあったのに。おー、ゴールした。ゴールした。いろいろと拾い損ねたものもあるけど、とりあえず宝箱は全部拾ったはず。すごいわ、シロちゃん。よくやったぞ、シロ。さすが、飼い主に似て優秀ですな。まあ、しんちゃんも優秀なんだけどもね。あの、お手伝いアプリを見よりは。なになに、またなんか増えた。ワープアプリに新しいワープ先が追加されたはずよ。うんうん、みんなを助けに行きましょう。じゃあ、
頑張るんだぞ、シロ。なぜ全てシロに任せる。しんのすけくん。もう、俺がいないと何にもできないんだから。お助けアプリを使うと、お助けした人にサポートしてもらうことができるよ。ただし、お助けアプリを使うとお電池が減っちゃうので注意。お助けアプリは電脳世界でしか使えないよ。白のアプリをタッチするとお電池を使って白が登場。白は転がって敵に体当たりしたり、アイテムも手に入れられるよ。あ、なるほど、そういうのを使うことができるようになったと。冒険中に遊んだミニゲームはミニゲームアプリからいつでも遊べるよ。あ、そういうこと。難しさを選んでハイスコアを目指そう。ミニゲームは電脳世界では遊べないので、しんちゃんのお家で遊んでみよう。そういうことらしい。白アプリは電脳世界でのみ。白や特に何もなかった。じゃあワープしていきますか。めっちゃ増えた行き先。とりあえず横に順番にやっていく。お電波宇宙ステーション、ここはお知り合い帳カード15。お電波宇宙ステーション、なんかよくわからんけど行ってみよう。ゴーゴー。まちくわやん、あのロケット。おお、いい眺めですな。これは誰の世界？宇宙ステーション？おでんと超高層ビルが混じり合っているわ。おでんにチョコビ、まずそうだぞ。それ、でもしんちゃんは入れろと言っていたじゃないか。そんなこと言ってません。行きましょう、しんのすけくん。またオラ？そりゃそうだよ。しんのすけくんだけが頼りなのよ。おい、じゃあ行きますか。おー、スタート。しんちゃん、早速遊び方。巾着レーンに乗ると自動的に移動するよ。巾着レーンが移動している最中にジャンプすると遠くまでジャンプできる。巾着レーンが止まってからジャンプしても遠くにジャンプできないよ。なるほど。っ、なるほど、そういう感じ。なんか周りにちくわの看板めっちゃあるんやけど。ああ、ここでも敵は椎茸なのね。はっ、何これ。電脳お電波衛星発射施設。なんだか難しそうな。これ敵。なに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 。お、中身出てきた。ハートとか出すんや。痛い。痛い。下には何もないの。あ、下にも巾着。あ、でもここは多分最初のところやね。あ、戻ってった向こうに。特に何もなさげ。ゴーゴーゴー。痛い。痛い。あ、ここ通れるんや。おでんぱ。ちくわ。看板がかわいい。なんか結構入り組んどるけん、すべてはいけなさそうな感じがするな。あ、登れた。登れたわ。あー、ポリー、ちょっと待って。ちょっと待って。お知り合いのカードがあった。どこだよ。頭上。は。はっ、待って、いけないな。とりあえず、さあ、ゴー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 。なんか落ちとった今。はっ、はい。なんかこんな、やったー。あ、なんかそこにもあった。もう気になる場所がありすぎてありすぎて困るんですけど。あ、痛い。痛い。普通に。スイッチ。スイッチ。あ、これは。この辺
からまた行けるところある？なんか、うん、ここか。はっ、スイスイ。どここれ。あ、いやー、怖い、やめて。ここじゃなくって、こっちやね。はっ、スイスイ。別に特にって感じやね。あそこに、はい、くっそ、ハコチョコビがあるというのに。怖い、痛い。そう、落ちた。落ちた。あー、ハートが、初めてハートがなくなった。はい、スタート。これはゲットしたお知り合いカードというのはそのまんまちゃんとあるんだろうか。びっくりした。スイスイ。めっちゃびっくりした。終わったかと思ったわ。この上に行きたかったのにと思ったけど普通に行けた。スイスイ。おっと、いた。はい、痛いって。痛いって。はい。あ、ハート。ちょっと待って。ハート落ちた、ハート。オッケー、回復。あっこにもなんかあるんやな。このカードは全て集められたんだろうか。びっくりする。やめてよ。あ、ハート。イエーイ。待って、ここ上行けるんやな。じゃあ、あっち側に行きたいんですけど。ほい。へい。スイスイ。あ、なんかどっか行った。どっか行った。はい、お充電。だいぶチョコビ溜まってきたな。そしてこの上、なんか新たな敵や、なんやろあれ、はんぺんかな。ここは普通で大丈夫。いやー、ってきつお、なにあれ、白滝。あ、ここ多分飛び移れるところ。てこれは、おっと、跳ねる、そういう感じ。なるほどね。おお、いやー、痛い。これはあの白滝を利用してもっと高いところに飛ばなければいけないのではないだろうか。え、違う。あ、でもこれいけるよ。うわっ、いやー、やめてよ。せっかくあっこまで登ったのに。つらーい。これ結構ギリギリね。はい、へい、キャー。おー、いけた。で、あそこに卵がおるけんな。いや、よっきゃえ、でもこっから上行けなくない？よっ、あー、行けない。くっそ、よっ、痛い、やめて。あ、うー、危ねえ。ハート補充。よっ、よっ、よっ、ここからどっか行けるとこある？よっ、はい、なんか特にないような気がするけれど。あ、これは上から飛ぶパターンか。この辺から到着に向かって飛んで、痛い。うわ、これは、これは、お、ダメなんや。なるほど、そういうやつ。え、これどうやってやるの？ダメやん、取れんやん、これ。
え、どう取るのあれ。え、取れんくない。こう行けばいた。え、待って待って待って、どう行くのこれ。ダメージ受ける、ダメージを受けとる間にとか、そういう分からぬ。あ、危ねえ、体力危ねえ、やばいよー。ハートをください、ハートを。誰かハートちょうだい。最初から、あ、違う、お充電や。そっか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 。ちょっとこれでさ、こう無敵状態になった時に行く。一回は当たらんといかんってことか。なるほどね。よ、今ここで私何枚集めたんやろ。把握できていないんですが。あ、ハート。そこの巾着にも乗りたかったんだけど、痛い。あ、そこにある。ちょあるやん。そういうことはだよ。ということ、なにこれ、オフ、これ何。あれ、どうやって、何、どうやってゲットするのあれ。あ、これもしかしてあれか。ここで白アプリ。え、全然いいやん。あ、ありがとう。それはありがとうやけど。よっ。これで、ちょっと待って、遠くまで行きすぎ。遠くまで行きすぎ。あ、よっ。右側に置いとかん、こっちからやらんといかんかったんかな、白アプリ。難しいと思った。これは普通にいかんといかんですか。やった、取れた、よかった。結構取れてるような気がするんやけど、どうやろう。怖い。そしてずっと思うけど、めっちゃめっちゃブリブリザイモンみたいな顔してるよね、この卵たち。ふぅ、ゴール。全部集まったかな。おでんま宇宙ステーション。あ、2枚集まってない。なんですって。なんですって、つらい。まあ、でも一応クリアよ、クリアしていくのをメインにやっていこうか。じゃないとね、永遠に終わるの先な感じがする。ステージ2、白アプリはちょっと右側、左か。左側から使っていくようにしていってみようと思う。ちくわステーション、これ上上がれるんやね。上がれ、でもあっこなんか行けそうやけどな。はい、痛い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 。はい、この子は必ずハートを落とすのかな。せっかく今回復したんだからやめてくれますか。これで、ほう、特に何もなく、はい、この上も別にいけんし、あ、ハード、はい、とりあえず順調にここまでやっていきたいと。痛い。はい、あの、見かけたお知り合い帳のやつ、カードはちゃんと取りたいなとは思うのだけれど、いけんかったぞ。上、そう、はい、お充電、充電完了。
体力もバッチリ回復。なんか新たな空間みたいなところに来た。ここから先は宇宙ステージ。宇宙ステージは重力の影響でいつもより高くジャンプするよ。ふわふわ。なるほど、そういうことやね。お、ちくわに乗れる。イエーイ。ちょっと待って、あ、怖い。そういう感じ。なんか上の方に、なんか上の方とかにカードありそうやんね。そんな感じがものすごくするよ。なんか特に何も。おっと、いやー怖い。危ねー。あー、やめてよー。あ、ハート。待って、あっち側のさ、これなんか、あー、あっこになんかはしごがあった。ちょっと邪魔かな。あっこに行きたいねん。てことやけん、ちょっとちくわ戻ってきて。はい、来た。これで多分もう一回痛い。もう一回このちくわが向こうに痛い行った時に、あ、いけた。でもこの後は特に何もなさげな。おっと、びっくり。あれは充電回復。痛い。ハートが欲しい。ハートが、あ、ゴールした。ゴールしたわ。おでんま宇宙ステーション。ここお知り合い中カード1個も落ちてなかった、私が見た限り。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱ一番最初のステージに比べたら色々とすでに難しい。簡単で私こんなに苦労しちゃったら普通はどんなんなんだって感じやね。